南部諸民族州は、エチオピア南西部の州。州とは合わずさだが、2020年に、シダマ州の一部として分離したため現在は州外に、所在する。また、ゲデオ県は、シダマ州を挟んだ飛び地となっている。面積は9.9万平方キロメートルで、オロミア州、ソマリ州、アムハラ州に次いで4番目に大きい。人口は1432万人で、オロミア州。 アムハラ州に次いで3番目に多い。40を超える民族が居住し、州の公用語には国家の共通語であるアムハラ語が指定されている。1995年8月21日、民族連邦主義を掲げた新憲法によって成立。前身はガムゴファ州、イルバボル州、カフファ州、シダモ州。新憲法では各民族に州を割り当てたが、 南部諸民族州は多数の民族をまとめて形成された。そのため、成立当初から州政府と連邦政府は各民族による紛争や分離運動に悩まされた。長年にわたる運動の末、下間県は住民投票を経て2020年6月に下間州として分離。 残る地域も分割が検討されており、州南部地域を中心とした、ダモ、オモロ州、北部、中部地域からなる、北中部州、南西部の南西エチオピア諸民族州の3つが上がっている。このうち南西エチオピア諸民族州は2020年9月29日に、構成体となる各県で採決され、同年10月10日に、連邦議会が承認した。ゲデオ県は北を、 シダマ州、その他をオロミア州に囲まれた飛び地となっている。南部諸民族州は以下の県からなる。南部諸民族州には45の民族集団が暮らしている。この項の数値はシダマ州分離前のもの。文化遺産が3件登録されている。ありがとうございます。